村本かな高橋大輔組オペラ座の怪人で自己ベスト1万1595点日本勢過去最高の11位抱き合って喜びの涙村本は純白高橋が黒の衣装で演じたオペラ座の怪人大きなミスなく最後まで演じきり二人は表情で抱き合い涙すべてを出し切った二人にとって二度目となった世界選手権 来年大会の日本勢2枠獲得となるトップ10入りを目指しリズムダンスでは11位と好位置につけた。日本勢過去最高順位も視界に捉えたが10位以内は本当に金メダル取るくらい大変なことなので、本当に目標です高橋。今はあまり考えないようにしています。出し切った結果がそうなれば嬉しいです村本と共に冷静。 まずは今期作り上げてきたプログラムの完成形を出し切ることに集中した。オペラ座の怪人は高橋がシングル時代の2007年東京で開催された世界選手権で初の銀メダルを獲得の快挙を達成したプログラム。高橋の思い入れは強くあれから十数年。 その時の僕自身は今の自分を想像できていなかったと思うんですけどこういった形で日本での世界選手権に自分が滑れているっていうのは本当に感謝したい。